はい、皆さんこんばんは。そしてはじめまして、この度はこの動画を見つけてくださり本当にありがとうございます。毎回各動画、それぞれ意義を持っていらしていただいているわけなんですが、今回のこの動画の趣旨をご説明させていただきますと、もうそれは単純に、キャプテン翼を楽しもうぜ、よろしくな、とその一言につきます。キャプテン翼はね、好きな方どのぐらいいらっしゃるかわからないんですが、風の便りでそういう方はすでに世の中から死滅してしまってるんじゃないかとちょっと危惧している部分があるんですが、かくいう私はキャプテン翼っていう作品が大好きで、初代の原作をはじめテレビアニメについても当時リアルタイムでね、夢中になりながら見させていただいておりましたし、周りのね僕の同級生なんかもねキャプテン翼を、で盛り上がってね、それを読みながらサッカーっていうスポーツそのものを覚えてったっていうね、さらに自分自身もサッカーを本格的に始めるきっかけを作ってくれた漫画でもありますからね、自分の人生に非常に影響を与えてくれた漫画の一つでもあります。今だこそねテレビやメディアでサッカーの話題を見ない日はないという状況がね日本にはありますが、キャプテン翼が登場した、80年代前後っていうのはね本当サッカーワールドカップ何それっていうね感じのわりかしマイナースポーツの部類にあったっていうのはね、お若い皆さんにはねなかなかピンとこないようなねことかもしれませんけれども、そういった当時の日本の状況なんかもこのキャプテン翼っていう漫画の中でしっかり描写がされてるんですよね。まあ、今でこそねそういうあの歴史的重要参考文献っぽい要素っていうのがね、出てきてしまってるんですが、単純にねキャプテン翼っていうのはすごくストーリーが面白いんですよ。ストーリーが面白いからね僕は、すごく魅力を感じていてね、そんなあのストーリーを盛り上げてる要素っていうのはあのやっぱ登場人物の面白さ、本当にいろんな境遇の子が出てくるんですよね。例えばね、お金持ちでねエリートタイプで専属コーチをつけてもらっちゃってるような子もいれば、家計を助けるために、ね、日夜アルバイトをしているそういう貧乏な子もいますし、病気を患っているような子もいれば、空手をやりなさいと親が反対しているようなそういう子もいますし、お母さんがいなくてね片親で転校ばっかりを繰り返しているようなそういう寂しい子もいますしね、片やね、片親じゃないんだけれど家にほとんどお父さんがいないと、たまに帰ってきたと思えば今夜はステーキだってねご馳走してくれるんだけど息子の友達の分までね、でこの場合の息子の友達の分っていうのは1人や2人じゃないですからね、あの息子が所属しているサッカー部全員分おごってくれるから、そういうユニークな、ね、人も出てきたりとかするんですが、まあ、本当にいろんな魅力的な登場人物が出てきますから、読者は誰かしらに共感を持つことができますしね、次第にその子を応援するようになってくる、ね、そういう図式が生まれるんですよね。本当に熱い、友情物語のね、ストーリーが面白いんですけどもね、この時点でね、キャプテン翼に興味を持ってくださった方がもしいらっしゃったらもう、ね、僕のこの動画のことはすっかり忘れて今すぐにコミックスもしくは DVD を見に行っちゃっていただいて結構ですからありがとうございます、ごっつぁんですっていう感じで嬉しく思いますのでね、ぜひ、そうしてください。まあ、あのまだそこまで興味のメーターが上がりきってないっていう方もね中にはいらっしゃるんじゃないかと思いますんでね、もうそういう方に対してはもう、僕もねちょっと一肌脱いでねしょうがないんで普段なかなかゲームをね、やらないんですけれども、キャプテン翼大好きな一人としてこのキャプテン翼のゲームをね、一緒に皆さんと遊んで、きながらキャプテン翼の魅力を、お伝えすることができたらいいなというふうに思ってますんで、短い期間になりますがどうか一つよろしくお願いいたします。というわけでね、ここからが本題です。ここから本題、のんびりやりますよ。久しぶりのニキニコ動画ですからね。このゲームねどういう内容なのか、説明書を見ますとね、ジャンルが育成ゲーム、そういうことを聞いてます。育成ゲーム、ただね育成ゲームって言ってもね、メーカー側の公式ジャンル名っていうのがありまして、それがね、育成ゲームではなく、ジャンルが友情サッカーゲームということになってます。友情サッカーゲームです、このゲームは、ね、今のジャンル名を聞いてね、なんかちょっと怪しい匂いがプンプンしてきたなみたいな不安だなみたいな方が何人かねポツポツと出てきてしまったんではないかと思うんですが、何を言う、何をおっしゃるうさぎさん、年がバレるって、何を言いますか、キャプテン翼のゲームだぞ、面白くないわけないじゃないか、特にキャプテン翼が好きであれば、まあ僕なんかキャプテン翼が好きだからさ、キャプテン翼のゲームがある、そういうのが遊べるっていうだけでテンション上がっちゃうんだけどな、僕だけ
まあそんな感じでね、なんかみんなと一緒にねこれ見ていきたいなというふうに思ってますんでね。あとパワープロでおなじみのね、コナミさんのゲームですからね、なんていうの、育成のサクセスモードの面白さは お墨付きだからね、感覚的にはマイライフモードでしたっけ、実在の球団にオリジナルキャラを入れて選手生活を現地体験していくっていうあのモードね、あれにわりかしこのゲームは近いんじゃないのかなというふうに考えています。まあそんな感じでね、気分がだいぶ盛り上がってきましたんで、みんなも盛り上がってきた？程よい塩梅になりましたのでね、早速ね、キャプテン翼を皆さんと一緒に思いっきり楽しもうぜ、よろしくだということで始めていきましょう。スタート。お、選手作成、名前入力、いきなし本題ですね。ああ、主人公のなんかバックグラウンドとかがなんかムービーみたいなのが入るのかなと思ったら、いきなり本題から来たね。よし、そしたら、ひらがな、カタカナ、エイジ。エイジですよ。すげえ、何これ、ベッカムとか作れるわけ？翼とベッカム夢の共演みたいなのができるわけでしょ。デイビッドみたいなね。面白いな。こんなんもあんだ。誰がこんなん使うんだよ。だからドナルドダックの吹き出しみたいな名前が作れそうですけど、あ、面白いな。こんな名前どうすんだよ。ポストマンパッドみたいなね、そんな名前になっちゃうな。うん、そっか。で、漢字か。 OK。 そしたら、今回育成ゲームっていうことでからね、やらせていただくにあたっていろんなね名前の候補っていうのはね僕の中であらかじめ考えてあったんですが、今回、この人にスポットライトを当てたいと。この人です、皆さんは覚えていらっしゃいますでしょうか。惜しくも、日本代表に選ばれることがなかったこの子です。あずきざわ、あずきざわでいきたいと思います。今回はあずきざわくんの、スピンオフということでねやらせていただきたいと思います。あずき沢っていう名前を初めて、聞いた方ほとんどなんじゃないかと思うんですが、まあ、そんな気にすることないです。単純にあずき沢くんっていう名前にしたっていうふうに思っていただければ、それでよろしいと思いますんでね。あずき沢くん、やめろやめろってコメントあった？やめないよ。あずき沢くんの神々くんがいいっていう意見あった？神々くんはもう十分、いろんなスピンオフ、やってますからもういいだろうと、そのぐらいでいいだろう。今回あずき沢君、彼に花を持たせてあげたい、最後にね。よっしゃ、そしたらやっていきましょう。決定。面白いね、うん。生年月日、こういうのも影響するの？生年月日か。そうしたら参っちゃうね。生年月日聞かれると思うのかな。生年月日はそしたらさ、こういう状況、あ、そしたらあれにしよう、僕が初めて動画をニコニコ動画、うん、初めてお邪魔させていただいた日にしようか。カミカミ実況プレイ第1回目が確かね5月のね、感覚的にはね20 23日っていう感じがあるんだけど、投稿にさ昔4年前になるのかこれ、初めてね動画投稿したのはよだよな。うん、そんななんだな。当時はね相当時間がかかったんですよね、動画の投稿ってね。だから日付またいで24日になったんだっけな、ね。ニコニコ動画でキャプテン翼のゲームで最後の遊んだのはだからキャプテン翼5以来だから、初投稿4年前でさ、でキャプテン翼系のゲームをやらせていただくのも3年ぶりなのな。それでも、うん、2年前にねキャプテン翼ロックっていう動画があったんですが、あれはね僕遊んでなくて見ているだけでしたからね。どっちかというと僕も視聴者の一人でしたからね、あれは。これでいこう。24日、ポジション、あずき沢くんのポジションはね、フォワードだな。フォワード、おお、顔ができた。おお、よう、あずき沢お前こんな顔してたのか。あれちょっとあれだわな、佐野くんっぽいね、キャプテン翼の、佐野くん。初めてのね方のためにもしキャラクターが出てきたら軽くそのキャラのことも紹介することができたらいいなと思ってますんでね。そう、佐野くんっていうキャラクターに似てますね。髪を切った佐野くんみたいなね、佐野くん髪切ったみたいな。あ、ユニフォームもさちゃんとアディダスのさ、この2002年のゲームだな、その頃の代表のユニフォームだな。よし、はい、いや楽しみだね。
さあ始まりました。1900年、時代を表してますね。1900年、だいたい1900はあれだけど、20になるとなんか世紀末みたいなイメージがあるよな。バツバツっていうのは、高校サッカー界の黄金世代と呼ばれた日向小次郎、三崎太郎をはじめとするメンバーたちは U19 世界大会優勝に向け強化合宿に突入していた。あ、なんか体力とかモチベーションとかいろいろあるじゃん。あとボール友達ドラゴンボールのハッちゃんみたいな、ボール友達、あれ気になるな。あ、もしかして今何、あずき沢くんトレーニング中ん、あ、夢のようだ。あ、これ夢だからな。一応設定的にはあの、あずき沢くんは代表に入ることできなかったんだけれど、あのその日の見た夢っていうそういう設定にしようか選ばれたみたいな。いや、夢の中だからさ、あの走ろうと思うとうまく走れないみたいな、前に足が出ないみたいな感じになっちゃうけど、先月テレビで日本代表チームに我ありっていう、ものを募集して、入団試験をするというニュースを知って応募した。そして、入団試験に合格。やるじゃん、流行りの、AO 入試ってやつだな、自己推薦みたいな、ね、かつて一芸入試なんていうね、名称がありましたけれど、そういうやつか。うん、焦った。自分なんかじゃボールにすら触れない、諦めかけていたところに偶然ボールが来て、わけもわからず無我夢中で蹴ったボールがてんてんてんとゴールしたんだ。やるね。きっと監督はたまたまその瞬間を見ただけ。いいんだよ、いいんだよ、それでも夢なんだから夢なんだから何でもありだよ。今補欠だけど、あの大空翼さんをはじめ中学高校と日本に名をとどろかせた、とどろかせた、言いにくいね、とどろかせた、車車車でとどろきってやつがあったけど、日向小次郎さんや三崎太郎さんたちが所属する日本代表チームの一員になれたんだ。立派なもんだ。夢だけどな。翼さんたちと一緒に世界へ羽ばたく。お、今週は何をしようかなってことで、お、始まったのか。よし、そしたらやっていきましょう。楽しみですね。なんか右上にさ、なんか気になるなんていうのアイコンがあるんですけど、あれの何、地図のマーク十字路みたいな、昔のアドベンチャーゲームみたいな RPG みたいなね。そしたら順番に見ていきましょうかね。うん、皆さんと一緒にね、初めてですからね、僕も、行動を練習をしようかな。練習する、移動する、休む。お、監督と話す。自分の評価を聞いてみようかな。これあのときめきメモリアルでいうところの吉尾くんみたいなそういうこと。うーん、あとは情報、面白いですね。もう面白いね。何を調べよう。戦歴表、チームイン情報、あれだな、前にやらせていただいたお化けナイター、パワープロのさ、栄冠ナインでもこういうのあったよね。ステータス画面なのかな、見てみようか。お、背番号21、森崎雄三、ゴールキーパー必殺技頑張りウケる。それ必殺技なのか、頑張りっていうのは誰でもそれ持ってるんじゃないの、頑張りっていうのは。頑張りかっこ SGGK やるな。モチベーションだけやな、モチベーションだけやな、モチベーションだけが持ち味だったりする。なんかね、体力もあるね、面白いね。そのあのなんかあの五角形のレーダーでこうデジタルに表示されちゃってるっていうのはすごいねこれ基礎能力とか攻撃とか守備とかさ、気になるのはさ、センスってところだよねセンスないちょっとね、見下しすぎだと思うぞ。森崎ほどセンスのあるやついないと思うよ、そう本当に。翼とかさ、若島津とか、並いる強豪に混じって全国大会に出場して活躍して日本代表にも選ばれてますからね。彼こそ努力の選手の代表だと思うんですけどね。あとは、お、三杉潤、背番号06、ディフェンス、
必殺技オフサイドトラップドライブシュート、おセンスすげえ、センスすごいけどモチベーションがモチベーション低いな、ベのとこにあるね、うーん面白いね。次、おそうだまこと、まこちゃん必殺技カミソリシュート、カミソリパス、カミソリタックル、顔がちょっとあれだね、大人になったな、そうだまこと大人になりましたね、ビッグスピリッツで連載されてるような顔だよなおみんな成長してますよお前も成長したな、ジトーヒロシパワーディフェンス、スカイラブ、スカイラブ、スカイラブツイン、なんか違うんだスカイラブとスカイラブツイン、あ、1人飛ばすか2人飛ばすかってことかなるほどね、わからない方大勢いらっしゃるかと思うんですがね、彼にはねちょっとした面白い技があるんでね、後々出てくるんじゃないかな、なんか試合とか勝ち盛ればね、そういうことなんじゃない、1人飛ばすか2人飛ばすかってことだな、いや大人だな、大人、さっきのまこっちゃんがビッグスピリッツだったらお前は何人に当たるんだろうな何になるんだろうな、うん、難しいところだよな、うん、でも結構ハードコア系だよな、うん、次、お石崎顔面ブロック、彼もなセンスちょっと低いけれど彼もいわゆるセンスの塊だと思うんですけどね、だから学習能力っていうのは非常に高いと思うんで、吸収伸びしろがすごくある選手ですよね。あ、松山くん背番号12、これあれだな、ワールドユース編が確か背番号12じゃなかったっけ、それベースなのかな、モチベーション高いね、さすがだな、え、イーグルショット、ミッドフィルダーだけどすごいね守備力が、うん、お、太郎ちゃん、うさき太郎です、センス半端ないね、お黄金コンビ、うん、あとはお立花和夫、彼です、彼、あ、スカイラブ、スカイラブついにあるね、そうそう、彼があの飛ばさ、さっきの慈瞳博士ってやつに飛ばされる役ね、うん、和夫くんね、お、マサオくんね、チップとデールですよ、能力がほとんど変わらないな、うん、だよな、あ、でもちょっと若干体力は和夫の方があるっていうね若干体力、え、若干どころじゃないの、体力は和夫の方が上だしモチベーションも和夫の方が高いっていうね、これにかけてきてるな和夫なあ、僕の動画の中ではなあ、いいところほとんど正雄に奪われてますからね、うん、あとは佐野くんだ、あれ佐野くん目見えてるじゃん、目が見えちゃってる佐野くんです、うちのあずき沢くんあいつとあれだよな、ちょっと区分け差別化図んないといけないからな、 目見せてますよ、普段彼目隠れてるんですけどね、あとはお沢田武史ですよ、ね、カタカナ名前ね、東方コンビ、うん、彼もセンスの塊ですね、うん、お伊沢守る、うん、他にはお背番号8なんだ、お日向小次郎、必殺技、東方コンビタイガーショット、直線的ドリブル猛虎タックル、いっぱいあるな、うん、あ腕まくりしてますよ、よくみんな真似したもんな、みんなっていうかちょっと俺上手いぞっていうキャラの子ね控えめの子はなかなかやれないもんな、うん、腕まくりしたもんですよみんなでね、懐かしいね、うん、そしてお新田俊はやぶさシュート、うん、彼もね天才型だと思うんだけどね、天才型なんだけどちょっとついてない、ね、ちょっとばかりついてないんだよな、おソリマチ、ソリマチよ、ソリマチさん五角形すごくしょぼくないかしょぼくないか、ソリマチそんなもん、なんかさインパクトで言うとなんか森崎の方がなんか面積広く見えるんだけど気のせいかな、なるほどね、いや面白かった、戦歴表面白いですね、そういえばまだ試合は行われてなかった、なるほど、 OK です、次データ、あデータ、これ自分のデータかな、おあずき沢背番号25フォワード、誕生日5月24日いろいろあるね、チーム、文字が潰れちゃってチームイン信頼度か、監督評価まだまだ低いな、体力もモチベーションもそこそこ、コンディションもそこそこ、ボール友達っていうのもあるけど、あれ何なんだろうね、ボール友達っていうのね、五角形ひでえなひでえな五角形
何もなしだな、うん、なるほどね。よしで、システム、あ、こういうやつね。あ、じゃあメッセージスピードファストでしょうか。 OK です。そしたら、いよいよ最初の部分ですね。最初の部分に当たるんで、まあ、じゃあ一旦ここで動画を切らせていただいて、次回から、本格的に、このゲームをね遊んでいきたいと思っておりますので、引き続き、ご興味がございましたらぜひ次の動画にも、遊びに来てください。お待ちしております。そしたら最後まで本当にありがとうございました。一緒にキャプテン翼で盛り上がっていきたいというふうに思ってますんでね、どうかお付き合いください。それではまたね、さようなら。